いちごジャムを作ります。いちご 200g、 グラニュー糖 80g、 30回ほどブンブン引っ張ります。いちごの粒を残したい方はブンブンの回数を控えてください。耐熱容器に入れ、ふんわりラップをして500ワットのレンジで4分加熱します。ラップを外してさらに4分加熱します。レモン果汁大さじ1/2を入れ、軽くかき混ぜます。冷蔵庫で一晩寝かせ、とろみがついたら完成です。